さて、ここからのコーナーは七色ドロップという色にまつわるお話をねしていこうと思っております。前回が花田色、青系だったんですけれども、今回もちょっと和の色で、ご紹介しようと思ってるんですが、皆さん重ねの色目って覚えてます？今ね、ディレクターさんの顔を見たんですけれども、んって顔をねしてました。重ねの色目っていうのはですね、平安の高貴な女性たちが着た衣装の色合わせのことで、色の合わせ方で名前がついているというものなんですよね。で、今日ご紹介しようと思うのは、もう散っちゃいましたけれども、もみじと名前のついたね、重ねの色目という色の組み合わせがあるんですね。で、これもですね、木もみじだとか、単にもみじだとか、青もみじだとか、まあバリエーションはいろいろあるようなんですが、直球もみじというのがですね、裏がごく普通の、もうお絵描きで赤って言ったらこの色っていうのは赤色で、裏に使う色がですね、もう少し濃い、深みのある少し暗くした濃い赤色、これを表裏に使ったものをもみじと呼ぶそうです。もちろんね、季節季節で、例えば桜だとか菖蒲だとか、花の名前にちなんだものがすごく多いようなんですけれども、そういったね、配色そのものに、季節ならではの名前をつけるということになってるんですよね。で、もう少しお話ししますと、重ねの色目、これね、私も今回ちょっとご紹介しようと思って少しね、復習と言いますか、調べてみたんですけれども、当時の絹織物というのはものすごく薄かったそうなんですね。なので、裏表の色が透けて特に美しいということがあったそうで、重ねの色目というのは普通なんていうんでしょう、襲うっていう字ですかね、それに色目で重ねの色目っていう風に書くと思ってたんですけれども、重箱の重、重ねるっていう方でもね、コーディネートの仕方があったそうです。重箱の重の方は表と色の単純な組み合わせで、透けた感じを楽しむということで、で、襲うという字の重ねの色目の方は、いわゆる十二人絵のような重ね着、単にグラデーションを楽しむ時の、言い方が重ねの色目だったそうです。で、もう一つはですね、織による重ね色目っていうのがあって、この重ねはひらがなで表現されていますが、織物、単物を織る段階で、縦糸と横糸の色を変えて、玉虫色に描くのによってちょっと色目が変わるというのも、重ねの色目というふうに呼んだそうです。この3種類はそれぞれ字を違えてね、表現されるらしくてですね、いや、ちょっとこれ奥深すぎみたいな気にもなりますけれども、もし興味のある方ですね、ネットなんかでね、確認できるおすすめページご紹介しておきますね。日本服飾誌というウェブページに色彩と文様というページがありまして、その中にいくつか重ねの色目紹介されています。で、数はそんなに多くないんですけれども、重ねて透けた感じというのがね、このウェブページのサイトすごくよく出ていて、風流な気持ちにね、ちょっとさせてもらえるっていうこともありますのでね、ぜひ一度見てもらえたらなぁと思います。七色ドロップ、今回ご紹介したのは重ねの色目、もみじでした。さて、ここで曲をお送りしましょう。秋っぽい曲ということで、オフコース、ワインの匂い。